皆さんこんにちは、酒井若菜です。今日は、私も嫌なことは嫌だよ。です。動画を撮ってる時点でタイトルをまだ決めてないということが、いとも簡単に皆さんにバレてしまいましたけれども、YouTube を始めてから、なんかまるで私すごいいい人みたいな感じになってきちゃって、まあ嫌なやつではないとは自分では思っているんだけど、もう私も怒ることはあるし、個人的に好きじゃないっていうこととかもあったりとかするし、まあ話が合わない人っていうのかな、そういう人ももちろんいるわけで、ね、だから今日は自らのネガティブキャンペーンをするつもりはないんだけど、でもちゃんとね、こう嫌なことはちゃんとあるよっていうことを何かの形で伝えられたらいいなって思いました。何かの形でっていうか動画で、はい、お伝えできたらいいなと思うので、共感してもらえる方が一人でもいたらいいなっていうふうに思います。まず私なんかちょっと聞いてて、なんでそんなこと言うんだろうっていつも思っちゃうフレーズがあって、私の性格が悪いのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないんだけど、私がこう耳障りがすごく悪いなって思う言葉の一つ目が、天気の話する人ってバカじゃないとか、天気の話する意味あるとか、天気の話に敏感な人が私はとっても苦手です。 確かに生産性のある会話ではないかもしれないし、なんかどうでもいい会話ではあると思うんだけれども、私天気の話する人ってすごく好きなんですよ。知らない人と、共通の話題がない人と、なんかたまたま二人になってしまった時に、お互いを見えない存在として、いるっていうのも一つのコミュニケーションなのかもしれないけれど、私はなんかそこで、いやー、今日天気いいですねーっていう人が、なんかね、なんて親切なんだろうって思う。だってさっき言った通り、生産性がない会話だから、わざわざする必要がないのに、そういうふうに、こう、なんか相手に対しての思いやりだったりとか、で、そういうフレーズを出してくるわけじゃないですか。私大好きなんです。で、私も言う、いい天気ですね、とかって言った時に、そうですね、来週すごく寒くなるみたいですけどね、とかって帰ってきたりとかすると、あ、こういう人とはなんか会話が成立するなって思うんですよね。だから、天気の話を拒絶する人って、なんか、何て言うんだろうな、親切じゃないなって思うし、あなたは普段いかほどの生産性のある会話、無駄のない会話だけで生きてるんですかって思っちゃうから、なんか私は天気の話ができない人っていうのは、利己的な人だなと思って、すごい拒絶しちゃうよっていう話。なんか喋っててすごい嫌な気持ち。まあでも今日はこういう話をしていく。でもわかるって言ってくれる人きっといると思うし、私のこうファンの方たちは、しなくてもいいような天気の話をして場をつないで、逆になんか気まずくなっちゃったなとかっていう人とかも多いと思うから、共感してくれる人の方が絶対多いと思う。それからですね、求められなくなったら、この仕事って成立しないですからね。っていうフレーズがあるじゃないですか。で、それ言ってるのって一流芸能人だけじゃんってすごい思うの。なんか、まあ芸能に関わらずだと思うけど、成功者の発言だと思うから、それはそれで、まあ一理あるし、まあ、なんていうのかな、確信なんですよ。求められなくなったら終わりっていうのはね。でも、なんかすごい悲しい言葉だなってすごく思うし、求められなくなってるのに、いつまでも、意地汚く居座り続けるとかも嫌だから、なんかそういうのってかっこ悪いじゃないですか、みたいな感じのことを言うのも、みんな一流芸能人。ね。なんか大人になるとさ、こう恥をかくことが怖くなったりとかするからね。
なんかそういう風にね、なんかこう、美しい、去り際っていうのはとってもとっても大事だと思うし、私も例えばその誰かと別れなきゃいけなくなった時はできるだけ見にくくないように、別れ際は一番美しい自分を相手に見せたいっていうふうに思うタイプなんだけど、だからとってもわかるんだけど、それは一つの美学としてねわかるんだけど、でも大体の人って求められなくても求められるように死ぬ気で頑張ってるよって思うの。その芸能界とかって本当にその芸だけでご飯食べていける人なんて本当に数パーセントしかいなくて、ましてやいい暮らしをしてる人なんて本当にさ、こうイチゴのさてっぺんのところだよって、それ人それぞれそのてっぺんのところがね、ボリュームはそれぞれ違うかね。でもね、まあ、そう思うわけ。本当の本当の一部中の一部なわけ。大体の人は一人二人は求めてくれる人とかはいるかもしれないけど、この自分が認められたい世界に認められなくて、求めてもらえなくて、それでもしがみついて、すがりついて、でも自分の芸に磨きをかけて絶対に譲れないものもちゃんと持っていて、必死に頑張ってるわけじゃん。私の周りでも名前のある俳優の方とかでも、ご飯食えるとこまで行ってねえぜっていう人とかいっぱいいるよ。いっぱいいる。で、ミュージシャンもそう、タレントさんもそう、芸人さんもそう、アーティストもそうだね。アートの方のね、の人もそう。本当にさ、努力したら、その分の見返りがあるとか、そういう世界じゃないし、どんなに才能があっても、この世界って残念ながら、運が占めてる割合って本当に大きいから、どんなに才能と努力を積み重ねても、求められるところまでいけない人っていっぱいいるの。だからなんか、すごく、求められなくなったら終わりですよね、とか、いう、言葉を聞くと、どんだけ恵まれてんですかあなたっていうふうに私は思って、ちょっとイラッとしちゃうのかなって思う。でも本当に一流は一流で、皆さんご存知だと思いますけど、私の周りは本当にスターみたいな人がとっても多いから、まあ彼らは成功者がゆえに、そのでも成功してんじゃんの一言で片付けられちゃうとか、それが嫌だったらこの世界やめればって冷たくあしらわれちゃったりとか、まあ成功者は悩んじゃいけないんだっていうようなとこに追い込まれて孤独感を感じたりとか、悩んでっちゃうみたいな人がとっても多いことは私はもう前提として知っています。前提として本当にたくさんそのスターたちの悩みをたくさんたくさん教えてもらってきたから、すごくすごくわかる。わかるので、いつも私はこう、スターたちのね、心に寄り添えるような、こう、サポートメンバーの一人として、存在、いつもしてるんだけど、でも、片や一方で、私多分ね、芸能界っていう、その、中でも、多分ね、ちょうど真ん中にいるタイプで、ある人から見ればずっと成功者みたいに見えるし、ある人から見ればずっとなんかパッとはしないよねみたいに見えるっていうか、なんかちょうど中間にいるんですよ、何事も。例えばちょっと話ずれるけど、作品によって美人じゃない枠のなんか主人公とかヒロインに、私にあんたみたいなビジュアルがあったらねみたいなセリフとかを言う立場にある時と、綺麗な人枠っていうところに、入る時と、半々なんですよ、割合として。だから、人によって見え方が、私をなんかこう、なんていうのかな、綺麗どころとして捉えてる人と、ブス枠として捉えてる人の、割合も半分だし、成功者に見えてる人と、なんとなく続いてる人っていう風に見える人と、もう常になんか、意見真っ二つみたいなところでずっと生きてきてるから、今日は、あえてね、なんていうのかな、飛び抜けた成功者じゃないっていう側で、
言わせてもらうと、私も悩んだり苦しんだりとか辛かったりとかする日ももちろんあるから、それは人間だから誰でもそうだよね。もちろんあるから、流れに身を任せて生きられるほど恵まれてないっていうかね、力ずくで生きてるんだっていうねそういう人もたくさんいるんだよって。だから毎日もがき苦しみながらも、いつか自分に当たるはずのスポットライトを待ち続けてる人もいっぱいいるんだっていうことが言いたくなるかなっていうふうに思います。ちなみに言うと、様々な見え方があるっていうことが私の武器でもあると思ってるんですね。ただそのいずれにしても、私はキャスティングしていただくときは、芝居ができる人とか、こう実力派みたいな感じで、一人その作品の中にがっつり芝居できるからとか、あるいはものすごく芝居ができる上手い人と組むことが多くて、その人のお芝居を絶対邪魔しないとか、その人のお芝居を絶対に引き立てることができるとか、その人のやりやすい環境を作るとか、そういうふうに、ありがたいことに私の実力で、キャスティングされることが多いんですよね。だからそれは私にとってものすごく誇りだし、多分コメント欄とかで、若菜ちゃんは可愛いよとかっていう風に言ってくれそうな方もいらっしゃるけれども、決して私はそれは自分のことを卑下しているわけでもないし、こういう風になっちゃったっていうわけでもなくて、そもそもそのなんていうのかな、逆になんでこの人たち私のこと綺麗どころだって思ってるんだろうって思うような作品とかもあったりとかするから、まあそれはそれで一生懸命こう綺麗に見えるように頑張るし、綺麗じゃない役の時にはとことんまでビジュアルにこだわらないで、役を全うするみたいなことに私は個人的にはちゃんと誇りを持っているから、もし自分でどういう女優になりたいかっていう理想を追求したとして、それが全部叶うんだとしても、私は今のポジションとか今の、俳優としての見え方とか、これまで演じてきたような役をやりたいと思ってきただろうし、そこに関しては一切のブレがないので、私は割とそういう意味では恵まれてきたっていうか、恵まれるように努めてきたかな。だからものすごくこう、私がそういう毒親とか視聴者の方からこう反感を買いそうな役、悪役を積極的にやるのも、それが理由の一つになってたりとかするかなっていうふうに思います。幅広い役を演じていきたいというのが私の理想でしたので、そんな感じです。あとは、結局人柄だよねっていうフレーズを聞くとちょっとイラッとするかもしれない。もう本当にこうさっきの話の続きみたいになっちゃうんだけど、人柄がいいのなんて当たり前のことすぎて、生き残ってる人は性格がいいなんてさ、いや売れてなくても性格いい人いっぱいいるからみたいな気持ちになっちゃう。性格が良すぎていろんな理不尽に耐えられなくてこの世界を去ってしまった人って本当にたくさんいるんだよね。この世界で生きていくためには最低限のことで人柄っていうものがあるんだと思うのね。確かに人柄が悪い人は淘汰されていくんですよ。だけどそれは成功者の中で淘汰されていくのは、そういう人柄がねちょっとおかしかったりとかする人だったりするっていうのは事実として一個ある。基本的に芸能界ってなんていうのかな、先入観を持たれやすいから、どうせ芸能人なんてとか、芸能人だから社会のことを知らないと思ってましたとか、なんかすごくね非常識っていう枠にくくられたりとかすることも多いけれども、結構常識人が多いし、人のなんていうのかな、気配みたいなことを察知する能力が高い人がすっごく多いし、なぜならこの世界っていうのは人の気持ちっていうものがわからないとまず成立しえないから、どんなジャンルにおいても歌詞だってそうでしょ、ドラマのセリフだってそうでしょ、もうすべては人の気持ち、素朴な
誰にでも起こりうる感情の起伏みたいなものを知ってるから作品が作り出せるんだっていうことを私は思っているかなっていう感じです。あとは誤解されやすい人って多分たくさんいると思うんだけど、私は誤解っていうのは、されるものとは一概に言えなくて、誤解はさせるものだっていうふうに、考えてる節があるんですね。まあ一概には本当に言えないからパターンにもよるんだけど、例えば黙ってると怒ってるって思われるんですよねっていう人とっても多いじゃないですか。で、それ私から言わせるとですね、黙ってるからだよって思うんですよ。もし怒ってるみたいに思われちゃうっていうことが悩みなんだったら、嘘でもいいから笑えって思うの。で、実際それはどうしてかっていうと、私自身が、本当に、まあ、20代の前半は特にそうだったんだけど、全く笑わない若者だったんですよね。で、人とも喋らない。で、誤解されて、若菜ちゃんは笑顔の印象が強いのに、今日不機嫌なの？とかって言われて、笑ってないだけで不機嫌って言われるの？って思って、なんかすごく、嫌だなって、なんで楽しくもないのに笑わなきゃいけないの？なんで喋りたくもないのに喋らなきゃいけないの？みたいな、若気の至りっていう感じだったんだけど、でもね、それは確かにそうなんだよ。怒ってるよねって、不機嫌だねって言われた時に、ああ、そうっすねって言っちゃえばいいんだよ、多分。言っちゃえばいいっていうか、それは良くないけど、そういう、そう思われても仕方ないよねって思うんだよ。だって笑ってないし喋ってないんだもん。もしそういう風に言われることが嫌なんだったら、本当に嘘でいいから笑顔でいるとか、嘘でいいから天気の話をするとか、そういう心配りをすることで回避はいくらでもできるわけだから、自分で誤解させるような印象を与えておいて、本当はそうじゃないのに理解してもらえないっていうように嘆くなんて甘いと思います。それからですね、それにまたさらに付随することになると、私人見知りなんですよねって先手を打つっていうのはやめなさいってすごく思います。これもやはり私自身がひどい人見知りだったっていうこともあるんだけど、うまく喋れなかったりとか、うまくコミュニケーションが取れなくって、その時にすいません、ちょっと私本当は人見知りでっていうふうに、言うのはむしろ、自然なことだし、誠意があることだなっていうふうに思うんだね。だけど、もう本当に会った瞬間に、なんか、あ、私人見知りなんでっていうふうに言われちゃうと、そりゃダメですよって思う。で、とある、私の大好きな女優さんがね、すごく、かつて人見知りだったんだけど、数年ぶりに共演した時に、すごく明るくなってたの。で、そしたらその彼女が、私なんかすごい人見知りだったんですけど、やめたんですって言うのね。なんでって聞いたら、人見知りは人に気を使わせるって気づいたんですって彼女が言っていたんだよね。で、確かに、その大人になってからの彼女っていうのは、共演者とかスタッフに対してものすごく気を配って、いつも笑顔で、現場で過ごしてるって有名な女優さんなんだけども、かつてはもう本当に近寄りがたいオーラがあって、なんか話しかけちゃいけないのかなとか、悩んでんのかなっていう印象を与えていた子だったから、そういうふうに自分で気がついて、そもそも人見知りっていうのは、人に気を使ってしまったり、人の目が気になったりとかするから、するからっていうほどでもないけど、まあ、そういう要素も同時にね、人見知りと同時に兼ね備えている子がすごい多いから、だったら、印象を悪くしないように、相手に不快感を与えないようにっていうのかな、そのために人見知りっていうのを一生懸命隠すっていう、人に気を使わせないっていうこと、人見知りだって言って壁を作って、私人に馴染めないんですよねとか言って、で、それで結果的にあの人私のことどう見てるんだろうって気になっちゃうぐらいだったら、なんかあの人ヘラヘラしてんな、何も考えてなさそうだなって思われてた方が私はずっとマシかなっていうふうに思います。誤解にしても人見知りにしても、結果として自分にその人が信頼できなくなる環境を
自分で生み出してしまっているんであれば改善できることだと思うから、ちょっとねトライしてみて見たらどうかなっていうふうに思うかな。あとはね、そっからさらに付随する話になると、人の目が気になっちゃうんですっていう相談がね結構来るんですよ。で、人の目が気になって自信を持って行動ができなかったりとかする人ってとっても多いと思うんだけど、そういう時のまあすごくよくある、アドバイスで、私も実際にしてたアドバイスなんですけど、例えば普段はモノトーンの洋服しか着ない人が真っ赤な T シャツを、買って着てみた時に、自分としてはその心地が悪いわけですよね。で、いつもと違うし、冒険してることも知ってる。自分はその赤い T シャツを普段着ないっていうことを知っている。だから電車に乗ったりとかした時に、あ、この赤い T シャツ変だって思われてんじゃないかとか、なんかすごい派手な服着てるわあいつとかっていう風に思われてるんじゃないかとかって思っちゃう。でも実際は相手は自分のことなんてそんな気にしてないし、見てもないよっていうアドバイスをしてました、私自身が。で、これは、まあ、言っていいのかな分かんないけど、とにかくオードリーの若林くんが本当にいいことを言っていて、誰もお前のことなんて見てないよって言うけど、そうじゃない、俺が見てるんだみたいななんかそういうニュアンスのことをなんかの本に書いていて、はーってすごいハッとしちゃったんですよね。で、そっからはなんか誰もあんたのことなんて見てないよみたいな感じのアドバイスをするのは私は一切をやめて、いやそれは、自分が自分の目を気にしてるじゃないのっていうふうに、相談を受けるたんびにその若林くんの言葉を引用して聞いてみたりとかすると、あ、確かにみたいな、自分の目線が痛いんだっていうことにハッとさせられる人が私以外にもすごくたくさんいたので、だから迂闊にね、誰もあんたのこともなんか見てないよっていうのはもちろんこうハッとして気づきがあって、じゃあ人の目線なんて気にしなくていいんだねってこう楽になる方もいる一方で、なんか釈然としないし、なんか誰も見てないなんて言われたらなんか逆に傷つくんですけどみたいなことも回避できたりとかするので、本当に、人の目が気になっているのか自分の目が気になっているのかっていうところを一度ねこう改めて考えてみると、自分に合う解決方法みたいなことがもしかしたら開けていくんじゃないかなっていうふうに思ったりしたよっていう感じです。はい、まあちょっと今思いつく限りで、私がちょっとイラッとしがちな言葉をザザザザザとお話ししてみましたけども、なんかちょっと今思い出せてないなっていうこともいろいろあったりとかするので、またこの動画でね共感してくださる方がいっぱいいたら、第2弾をやりたいかなって思う。でも多分みんな気づいてると思うけど、こういうなんか否定的なっていうか、あれ話をするのがすごい向いてないね向いてないなって思っちゃった。だから無理してネガティブキャンペーンを自分に仕掛けるのは本当にやめようと思ったでもね、少なくとも私もなんか嫌だなって思うことはあるし、それ違和感あるなって思うことはあるし、嫌な人ではない、もう何度も言うけど自分でも嫌な人ではないと思うし、私みたいな友達が欲しいなって自分で思っちゃう程度の人間ではあるけれども、かといってその私はよくね、その周りの人に菩薩とかね、神とかってね慕ってくれる子たちはものすごくこう崇めてくれる人たちがとっても多いから、それはとってもとってもありがたいんだけど、私も人間だから、もちろん当たり前に人間だから人間じゃないわけないから、ちょっと腹が立つこともあるし、嫌だなって思うこともあるし、その私の意見が正しいとかじゃなくて反射的に拒絶してしまうこととか、なんとなく嫌だなっていうふうに思うこととかちゃんとあるよっていうアピールがしたかったっていう動画です向いてない。はい。
そんな感じで、皆さんも世間的にはこれが一般的なんだけど、なんか腑に落ちないなみたいな言葉があったらコメント欄で教えてください。はい、そんな感じで今日の動画は終わりにしたいと思います。それでは皆さん、またね。バイバイ。